まもなく始まりますが、撮影をされる方は準備をお願いいたします。では2回目のプロジェクションマッピング法要を行います。
上でプロジェクションマッピング法要煩悩供養編は終了でございます。先ほどもご案内いたしましたように、この後撮影、特別にご本尊阿弥陀如来像の前に撮影スポットを設けますので、お時間のある方はぜひ本日の記念にご撮影なさっていってください。大変お疲れ様です。